皆様、本日はお忙しい中お集まりいただきまして誠にありがとうございます。東急百貨店本店は本日1月31日をもちまして営業を終了し、55年の歴史に幕を下ろします。長きにわたりご愛顧いただきまして誠にありがとうございます。それでは東急百貨店執行役員本店長稲葉光弘より皆様に最後のご挨拶をさせていただきます。本店店長の稲葉です。本日は、寒い中、またこのような遅い時間に、たくさんお集まりいただきありがとうございます。ちょっとマスクを外させていただきます。従業員を代表いたしまして、一言ご挨拶をさせていただきます。東急百貨店本店は1967年11月1日にこの地に生まれ、皆様に支えられて、今日まで営業することができました。ありがとうございました。今回閉店を迎えるにあたり、ただの閉店セールでは終わらせたくないという思いの中、閉店のテーマをここにありますサンクス&リンクというふうにいたしました。サンクスは文字通り、お客様への感謝の気持ち、リンクはお客様との絆を大切にし、これからもつながり続けていきたいという我々の思いが込められています。またこのリンクにはもう一つの意味を込めています。それは、この上にあるんですけれども、懸垂幕隆起がかかっています。この隆起は、松任谷正隆さんに撮影していただいたもので、東急百貨店のスタッフと、神南小学校の生徒さんたちと一緒に、撮ったものです。今世の中いろいろありますが、次の世代に子供たちに負の遺産を残したくない、美しい未来であってほしい、そうつなげていきたい、そういった思いも込められています。この場所はこの後新しい施設ができることになっています。それまでの間、皆様にはご不便をおかけすることと思いますが、東急百貨店は渋谷ヒカリエシンクス、また、フードショー、あと、スクランブルスクエアの一部、それとワイン売り場はですね、この横に新しく、路面店を3月から、オープンすることになっております。引き続きご愛顧のほどよろしくお願いいたします。最後になりますが、このお店で皆様と、皆様をお迎えした55年の間、本当に素晴らしい素敵な出会いに恵まれました。そういった出会いに、心より感謝申し上げます。全従業員を代表いたしまして、改めましてお礼を申し上げたいと思います。長い間東急百貨店を支えてくださった皆様、本当にどうもありがとうございました。
皆様、お忙しい中、そして寒空の中、最後の本店を見届けていただくことにありがとうございます。どうぞお気をつけてお帰りくださいませ。ごゆっくりお進みくださいませ。お集まりいただいて本当にありがとうございました。長いこと本当にありがとうございました。大変混雑しております。前の方に続きましてゆっくりお進みください。ただいま進行でございます。ご注意ください。お気をつけてご通行ください。Thank you.
それでニュース。1000円だよ。
Thank you.